Oke, menuju ke lokasi ini. Halo, fairy lady. お二人さん、何かご用でしょうか。王城堂は今立て込んでおりまして。勝利を探しに来たんだ。伝言を頼めるか。勝利先生は今いません。北国銀行に行ったようです。北国銀行、あれってファデュイのとこだろ。そういえば最後に勝利と会ったのは黄金屋に行く前だったな。魔人がリーユへを攻撃したことを知らないのか。こんな時にファデュイの縄張りに行くなんて危ないぞ。仕方ない、オイラたちにとっても危ないけど探しに行くしかないな。オッケー、ini ke Northland Bank。ファトゥス同士の協力だって。よくも俺を騙して好き勝手やってくれたね。目的のために小さなことを気にしてはダメよ、講師。あんただって取引や計画を無視して楽しく暴れてたでしょ。あんたらしいわね。あら、あんたの知り合いが来たわよ。勝利と講師だ。それとお前、あの時のファトゥス。あんたたち銀融詩人の国で会ったわね。私の名前を覚えてるなんて褒めてあげるわ。まあ大切なものを奪われる友人をただ見てることしかできなかったわけだし、忘れるわけないわね。はい、ね、ini stay calm, yang satu I still have time to take it back. Stay calm. Ya, 黄金屋での戦いは実に楽しかったね。また会えて嬉しいよ。はっ、お前がファデュイの執行官だって知った時からお前を信用すべきじゃなかった。まあまあ、確かに俺は君たちを少し騙してたけど、旅人に対して悪意はなかったんだよ。まあ最後はちょっと本気でやり合ったけど、これまでの協力関係は楽しかったじゃないか。そうだろ。立場が違うから君のことを根に持ったりはしない。もちろん君たちが俺を憎んでも俺は構わないよ。むしろ勝利先生と淑女の方こそよくも俺を騙してくれたね。ゾンリトリカティユシノシグノラエンゾンリ。それは今はそれよりも早く任務を続行するのよ。わおわお、約束通り。あんたの神の心を取りに来たわよ、モラクス。アクリーマン、ジェノシス、アクリーマンアジャル。何の話だ。契約は成立した。何時に渡そう。ずいぶんと上から目線ね。So, Zhongli is actually Rex Lapis. I mean, I did have my suspicion. 1. 何？勝利が漢王帝君だったのか？いやいや、それ自体がびっくりだけど、なんで神の心をファデュイにあげるんだ？あげたんじゃない。契約に基づいた取引。
俺と氷の女皇の取引だ。Saritsa and I. I'm afraid I don't understand. And why did you fake your death? Fake ini kalau nggak salah memalsukan. Nyoba sih. Fake. Oh, berpura-pura. Berpura-pura. Oke, yang dua aja.お前を迎えるための儀式だったのに、急に空から竜が落ちてきて、リーユエコーは大混乱だったし、とんだ災難に巻き込まれたんだからな。水面下の暗流を集めて、極限になるまで圧をかけて爆発させる。まさに彼が望んだものでしょ。俺が説明しよう。知っての通り、俺は6000年以上生きてきた。仙人たちと共にリーウェイを作ったのは3700年前のことだ。渦でうがつことのできない岩も時間に洗い流されれば摩耗する。まだその日じゃないと今まで見て見ぬふりをしてきただけだ。しかしある日、俺はある商人の部下への言葉をたまたま耳にした。君は君の責務を果たした、今は休むがいいと。その時、俺は自分に何度も問いかけた。俺の責務は果たしただろうかと。勝利、神の座を降りると考え始めた時、俺には離れられない理由が多すぎると気づいたんだ。神と共にあるリーウェ、次の時代に入る準備はできただろうか。俺はそれを観察する時間と、そして決意するきっかけが欲しかった。だから偽りの死を計画し、孔子、仙人、リーウェ七世を巻き込んだ。Terus apa ini? So, were you satisfied with the finale? Let me guess, you had another plan in case it all burned down. Satisfied? Apa yang plan ya? Satisfied aja lah. Ah, ずっと支柱にあった神の心も、ついに使い道を失うこととなった。その通り。だから今まで神の心を手元に取っておいた。つまり、もし取り返しがつかないことになってたら、お前は神としてリーユエを助けてたってことか。当然よ、それくらい彼にとってはお茶の子さいさいだもの。まさに親を失った子が急成長するかのように、このリーユエも神の死によって成長したのよ。今回全ての件の結末は俺の予想以上にうまく解決した。隠居していた仙人たちも、情報量が最も少ないのに最大限の自制を見せた。七聖と共に危機に立ち向かい、民の心を理解しようとした。そちらの宿女も、氷人との契約を果たす使者として俺の要求を聞いて、取引のことを誰にも言わなかった。孔子殿にもね。俺自身は凡人の勝利としてリーユエの伝統を守った。共に旅をしてくれたこと感謝するぞ、旅人。何もかも俺の計画だ。唯一俺の予想を超えたのはリーウェ七世が取った行動だ。リーウェを守ってくれればいいと仙人たちと同じ期待をしたが、まさかこのまま神に取って代わり
俺の死を利用してリーウェイを管轄下に置くとはな。あんまりめでたいことに聞こえないぞ。いいことだと思うぞ。少し早すぎるかとも思って心配したが、彼らは俺の期待を真摯に真剣に応えてくれた。あのさ、勝利先生、散々俺を騙してたのに何も言ってくれないの？礼を言ってあげたらどうかしら。あんたが起こした騒ぎがなければこうはならなかったわ。元神はあんたに感謝すべきね。あんたが魔人を召喚して戦わせていなかったら、元神が数千年も手にしていた石ころリーウェもダイヤにはならなかったでしょ。誰かが俺に皮肉を言ってる気がするんだけど、気のせいかな。 We were but equally full. Equally apa? Equally. Equally. Kita berdua sama-sama dibodohin berarti. You have really embraced yourself this time. Yang satu berarti.そうだけど、今のリーウェにとって君は恩人で、俺は大悪党だ。神の心は手に入れたし、これ以上の滞在は無意味ね。スネージナヤパレスに戻らせてもらうわ。はあ、勝手にすれば。俺は同行するつもりはない。勝手になさい。最後に聞きたいことはないか？Yang tadi pas Signora pergi kok gua tahu scene yang mana itu ya? Oh, yang dari meme itu. Now when is there anything else you wish to ask?I like to know what the Cryo Archon offered you. What's called possible in the world's Gnosis? Satu. Hmm. 取引は平等が大事だって言ったよな。でも、神の心ほど価値のあるものって他にあるのか？普通に考えたら確かにないな。だが俺は契約の神。数千年間俺は幾千万の契約を交わした。利益のない取引などに俺は手出ししないぞ。標人との取引は俺が元神として最後に結んだ全ての契約を終わりにする契約だ。かの氷の女皇が一体どんな代価を支払ったかについてはお前自身の手で答えを明らかにするといい。オッケー、ini keluar。ini ada aja jongli、coba sih。ダメだ。情報量が多すぎるぞ。勝利、一体どんな契約を結んだんだ？教えろよ、なあ。契約内容を秘密にするのも契約の一部だ。ケチンボ。Okay, langsung leave North Bank. Teleportnya sin.今日らしいぞ。送る主役は偽物だけど、時間をかけて準備をしたからちゃんと見ておかないとな。うわ、ディテレポティシニドン。操船儀式をやるってことは
噂は本当だってことだよな。岩王帝君が本当に。しかし犯人はまだ捕まってないよな。バカ野郎、岩王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。噂で聞いた怪しい奴ら、俺はその全員を信じないからな。ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。確か孔子とかいう名前だったか。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味な奴らだし。静かに。聞かれたらどうする。今は守ってくれる帝君もいないんだぞ。あ、どうや。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。ああ、ちょうど岩王帝君の件もあったしな。な、岩王帝君を殺した奴と魔人を解放した奴が同じっていう可能性あると思うか。言われてみれば、確かに、可能性は高いかも。わかったぞ。きっと、そいつが魔人と結託して岩王帝君を殺害したに違いない。なんて奴だ。しかし、どんな奴なんだ。今までそんなすごい奴がいるなんて知らなかったが。まあいい。それより、あの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。まずはそれを聞くとしよう。ワイトタッシュ。失礼によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜も、いつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるように、いくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は、事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は好天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また、噂を信じ、憶測することはおやめください。その、七星のお知らせはなんて言ってたか、訳してくれないか。They said that Rex Lapis was not murdered. They said that Rex Lapis died because died because of a Deventrian. Satu aja lah. Ah, 七星の言い方だと。そんな風になるんだな。こうも早く犯人探しを諦めるなんて、なんだかおかしいぞ。それに理由自体も急に考えたものみたいだし。まさか岩王帝君が死んでないことを知ってるのか。でも勝利は七星も仙人たちも知らないって言ってたし。神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり教えたとか。That possible. I think you have hit the bull eyes this time. だろ？そうだ。操船儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見に行こうぜ。Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!